チャールズ・バーノン・グリッドレイ、チャールズ・バーノン・グリゴリー、1844年11月24日から1898年6月5日は、アメリカ合衆国の軍人、海軍士官。グリッドレイは1844年11月24日に、インディアナ州ローガンズポートで生まれる。祖先のトーマス・グリッドレイは1633年に、イギリスからニューイングランドに移住してきた。 グリッドレイは1860年に海軍士官学校に入学した。1863年9月に卒業し、スループのおなだに乗り組み、北軍による海上封鎖に参加した。1864年8月5日には、デビッド・ファラガット提督の指揮下、モービル湾の海戦に参加した。グリッドレイは1867年に中尉に昇進した。 1871年から1875年まで、当時海軍で唯一五代行を拠点とするフリュゲートのミシュガンに、ペンシルベニア州エリーで乗り組んだ。エリーでの任務の間に、彼は、ハンジのジョン・ピー・ヴィンセントの娘と結婚し、3人の子供を設けた。1882年には中佐に昇進した。続く30年間、世界各地で様々な任務に従事した。 その中には、海軍兵学校の教官の任務も含まれた。グリッドレイは大佐に昇進し、ジョージ・デューイ帝クの機関として、有名なオリンピアの艦長となる。1898年5月1日のマニラ湾海戦で、デューイ帝クは、君の準備ができたら撃っていいぞ、グリッドレイ艦長との有名な命令を下した。スペイン艦隊を撃破、マニラを占領すると、 グリッドレイは健康問題のため艦の指揮を離れ、帰国途中に本の神戸で死去した。彼の栄誉を称え、アメリカ海軍は四隻の艦にその名を命名した。ペンシルベニア州エリーの市民公園の中心には、グリッドレイの記念碑が建立されている。同公園は、グリッドレイパークと名付けられた。記念碑の名盤は、走行巡洋艦名ンからの金属板で作られている。ありがとうございます。